前日の食事、うん、前日の食事は、まあ、試合の朝もそうなのかもしれないですけど、まあ、食事に関してです。試合前の食事どんなの食べてますかっていう質問あったので、海外とかだったら普通にオートミールとか食べて、うんうん、翌日食べて終わり、朝っすよね、朝、その体感前日の夜とか、前日の夜も普通に出されたものを食べて終わり、まあまあ、あ、普通の距離のそんなに長い距離じゃないやつは別にそれでいいと思うのね、はいはいはい、やっぱり長い長距離の時だよね、うん、その時は少し水多めに前の日も飲んだりとか、はいはいはい、30キロのレースとか、とか元長距離のレースとか、ね、はい、あ、そっか、だからロング出てるから72キロとか90キロぐらいあるんでしょうっけ、最後90キロがバーサラベスとかさ、はい、まあ、そういう時はさ、まあ、他のもっとプロの長距離のみんなもさ、はい、すごい水とかさ、うん、なんだっけ、経口補給液みたいなのあんじゃん、あ、なんだっけ、経口水液、大塚さんのやつ、はいはいはい、ああいう感じのやつがノルウェーとかにもあって、はいはい、それをなんかアップルジュースとかそういうのを割ってみんな飲んだりしてるんだよね、はい、あ、そういうのとかを、はい、まあ、長距離の時とかは体に水分蓄えてるとか、はいはいはい、そういうのはあるよね。なるほどなるほど。で、夜ご飯とかもやっぱちょっと多めに食べたりとか、うん、まあそれ食わなかったら持たないからね、長い間はね、どうしても。そうですよね。だからそれぐらいかな。まあ、だから長い距離の時は水分補給を気をつけたりとかしてて、そうそう、ちょっと体に水分蓄えて、で、まあ、ご飯もしっかり食べて、そうね、ただまあ食べる内容とかはそんなに気にしないって感じですか、うん、そんなに気にしない、うん、まあ、と海外だと特にもうあれですもんね、もう決まってるものというか、まあ、最悪ビュッフェで自分で選べますけど、その中からしか選べないですよね、もう。結構でもあとみんなはその日の長距離の時、はい、朝の朝食とか炭水化物しか食べないんだけど、はい、私は結構果物とか食べるんだよね。お前果物食ってんのかみたいな、みたいな、はい、そういう反応までされてる。ああ、なるほど。だって食べたいんだもん、ね。まあ、どこまで気にするかって難しいですよね。そのなんかそれでどんぐらいロスするのかとか、どんぐらい記録が上がるのかってとこまでは難しいですよね。まあでも、まあ、あとはなるほどなと思ったのは、はい、お腹が空く前に食べれって言われて、そうじゃないとやってる練習じゃないですか。はい、大会やってるやつね。はい、乾く前に絶対飲めみたいな、うん、そうじゃないと乾いたって思った時にはもうすでに遅い、まあ水分不足になってる。そうそう、バーサロペとかって、はい、ビルケバイナー買って、まあ何個もいろんなの買ってる、はい、強い、あれかスプリント、ワールドカップのスプリントも買ってるかが、はい、とか買ってる人に言われた、はいはい、そういう成績出してる人とかがちょっと聞く気になるよね。まあまあまあ、もちろんもちろん、いや、てか普段からそんだけ勝ってる選手だったらあれですよね、やっぱ気になりますよね、そのなんかどういうふうな、そういうふうにやって、うん、なるほど。まあ、でも水分補給はやっぱ大事ですよね、うん、僕も体がすぐつっちゃったりするんで、おザ水分不足男だと思います。ええそうなんだ。実際今日の昼くらいも釣りました。マジ？どこが釣るの？腕の裏です。そうなんだ。だからなんか腕がもう、ま、こう上がんなくなるんです。上がんなくなるというか、上げて下ろせなくなるんですよね。だからなんかこうやってずっと何ていうんですか、上に浮かしたまま体重がかけれなくなるっていう。何本目から釣ってたの？3本目ぐらいです。でも僕もなんでもこんなになんで釣りやすいのかわかんないです。で、50キロのレースとか腹筋釣るんですよ僕。あ、腹筋はね、釣りますか？釣ってうわーっとかって、ね、乗りますよね。ある。でだからあのもうどうしようもなくて、うん、こう反り返って伸ばしてからダブルポール始めるんですけど、その1回目でもう1回また釣るっていう。もうね、ほんね、はい、1分ぐらいとか長距離だったらずーっと ね、 そうですよね、やってるでしょ、同じ姿勢をね、はい、釣るから。でそこその後グッていったらね、はい、釣る、全然。でも最悪もうなんかあれですね、みんな釣ったって言ってた。あ、まあ、に同じ人間なんでやっぱ釣るんですね。トップ選手でもだから、いかにその中でもまあ動けるかとか、それをまあ未然に防げるかっていうわけじゃないですけど、まあ、そうならないような努力をできるかってことですよね。うんうん、でもね、多分みんな釣ってたから、もう釣るんだと思う。そう。でも釣っても、この大会は釣るみたいな。でも、じゃあマサモさん釣ってもやっぱ押せますか？押して、何回か押したら、はい、元に戻るみたいな。あ、戻るんですか？
でもそのなんかで、やっぱどうしようこれどうしようと思うんだけど、はい、あお世話になったなんとかなったみたいな。あでも戻ちゃんとでも戻るっちゃ戻るんですね。なんかお腹がもうつってビキビキみたいなの来て、はい、あやばいと思うんだけど、はい、なんとか、はい、僕お腹つっちゃったらもう一生戻んなくなるんで。本当だからなんかこう何ですか、なんか左側には曲がったままみたいな、左側がつったらこうもうエビのようになんかこう曲がっちゃったままで、それを逆に伸ばすと、うん、今度こうこっちを伸ばそうとして右を、うん、縮込めるじゃないですか筋肉、うんうん、今度右がつり始めるんですよ。だからもう一生終わんないですよ僕の場合は。だからもうそれすどうしたらいいのかなすごいなと思って。いやでも面白い話でしたね。なんかその食事の話からね、うん、まあそういうつるとかやっぱでも世界のトップ選手でもつるんですね。それはでもなんか結構雅子さんだからこそ知ってる情報だと思うんで、ね、こんなことしかもさ、はい、わざわざ何か言ってまあ言うあれでもないです、ね、載せないもんね、はい、まあここでしか聞けない感じですねそれは。なるほど。